だ。あ、誰かいるみたい。このことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。かかれ。先ほどとは違う軍勢のようだ。またもや敵とみなされてしまったか。おそらく今のは先見隊。じきに本体が来るはず。なら敵の大将に直接話を聞くとしましょう。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。力陣地を超えている。されど今は先に進むことが肝要。すみません。この武器、容赦しに。
他の使い方もできそうです。すごいです。もうその武器を使いこなしているんですね。おのども突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。敵将撃ってやったぞ。お前はちゃんと戦を見、結果を出せている。勝つぞ、一緒にな。バカな、私が負けただと。強者とまみえるは困り。予想よりも早いのだ。さすがは義の先手だ。侮れません。私たちもすぐに出陣の準備。義の先手だな。思ったより少ない。油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが、義の撹乱部隊にしてはどうも様子が変です。これ以上火傷する前に引くぞ。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々たる二条札。戦ったのと互角か。それ以上観察している場合ではない。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。見事なる働きを。その心意気、あっぱれなり。お前こそ天下無双だ。だがまだ最善を尽くしきってはいない。しながら見事ですね。ですが、義にあんな死ぬはいたでしょうか。まあ、派手に暴れて困ったわね。でも、これ以上はさせないわ。なんて凛とした美人じゃなくて、すみません、押しております。強いのね。これ以上の無茶はしないわ。あなたはこの軍の指揮を取っている方ですか。我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉、信じるとだ。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。それはどういう意味です。ミクソン、もうよい。その者ら確かに義軍には見えぬ。話を聞こう。私は孫智。おい、やったー、ゾー